こんにちは、萌です。今回は私が使っているスケッチブックを紹介したいと思います。私が使っているのは主に2種類なんですけど、まずこちら、このですね、普通の何にも書いてない真っ白な、紙、この普通のスケッチブック、まあ、これもね、いろいろ種類があって、本みたいになってるやつとか、これは、ここがねビリビリと破れる、ここにねミシン目みたいにこう点点点ってついてて、メモ帳みたいに綺麗にちぎれるやつ、これブリックアートっていうアメリカのね画材屋さんの、スケッチブックなんですけど、これとか、あとは方眼紙になっているやつ、こういうね網目状のマス目状の線が入ってるやつ、これをよく使っています。で、ちょっと使い分け的な感じでですね使ってるんですが、まずこっちの何にも書いてない方、これはですね、まあ、普通に何にも書いてないので自由に書けます。なので、まあ、キャンバスに書く時の、ラフスケッチとかですね、まあ、そういうのに使ったり、アイデア出しの時に、メモ書きにね使ったりするんですけど、まあ、これは、まあ、利点として、メリットとしてはもう何も邪魔されないってことですね、まあ、自分で例えばここに四角くキャンバスの大きさ、だいたい縦長だったら縦長、横長だったら横長の比率でこうやって自分で四角書いて、その中に書いてもいいし、これに目いっぱい書いてもいいし、何かパーツごとにこういうの入れてみようかなとか、例えば木とか花とかだったらですね、まあ、それぞれちょっといろんな種類のものを書いてスケッチしてみたりっていうことで使ったりねしています。まあ、何でも使えるってやつですね。で、こっちの方眼紙の方、これですね、まあ、私がグラフィックデザイナーとしてグラフィックデザインをしていた時に結構使っていたものなんですけど、これね、まあ、なんか何どうやって使うかというと、まあ、このマス目を活かして使った方が、いいので、そうやって使うんですが、例えばグラフィックデザインの時は、例えばフォントを作る時とか、適当に例えば A とかこうやって適当に書くんじゃなくって、ちゃんとこのマス目に合わせて一つマス目で、3つ使って下に下ろして、もう1個だけ使う、3つ下ろして1個だけ使う、で真ん中合わせるとかね、まあ、こういう風に左右対称にできたりね、左右対称じゃなくてもこういう風に綺麗に、例えばねちょっと違うけど、まあ、こういう風にね測ってなくてもこういう風に綺麗に形が自分でスケッチできます。でこれではねそういうことができません。普通に測ったりしないといけないので、そういう時間短縮になるっていうこと。あとは、普通の絵でもですね使えるんですよ。例えば、まあ、あのなんていうのかな、立体的なものを描くときに、じゃあこういうキューブを立体的にしてみようって思ったときに、あの自分の角度でね描けばいいんですけど、わからない時とかね、まあ、ちょっと幾何学模様を描いたりする時とか、こういう風にマスをちゃんとね考えて数えながら描くと綺麗にできたりとか、あとは、まあ、組み合わせですね、どういう形がいいかなとか、丸も、普通にぐるっと描くんじゃなくて綺麗に丸描きたい時はね、まあ、この例えばこのマス目4つ使って均等に書いてみるとかですね、そういうことができます。でこれも、まあ、その練習とかでですね、こう一気にブワッて大きく書くと分かんなくなっちゃうので、例えばここから 1,2,3,4,5 個使って書く、で横も 1,2,3,4,5 なんだけど5なので、こういうね四角、この中に当てはめるように何か、模様を描いていくとかですね、まあ、そういうこともできます。であとはですね、私はフィギュアを作ることがよくあるんですけど、そういう時に例えばアルパカちゃんなんですけど、アルパカちゃんね、あれ胴体と、首のところがね長さがほぼ一緒なんですよ。でね、
ここの長さとここの長さを一緒にしてるので、これをスケッチするときに、まあね、こっちどっちでもいいんですけど、この長さ、この胴体と首の長さ、これを一緒にするためにここからここがいくつ、ここからここがいくつみたいな感じでスケッチします。普通の、まあ、絵だったら、このアルパカもね、普通の絵だったら、まあ、測ってもいいけど、そこまでね、精密にやらなくていい時はこういう方眼紙じゃなくてもいいと思うんですけど、その 3D でね、立体的なものを作る時って何センチとかどれぐらいの幅があってっていうのを、例えばこのアルパカ横から見た図、あとは縦から見た図みたいな感じで、一応ねスケッチをしていきます。なのでそういう時にここがどれぐらいの幅がいいかなとか、そういう時にこのねマス目で、数えてね比率を考えたりとかできます。なので、まあ、比率を考えたり形をちょっと丁寧に描きたい時とかね、こういう決まった形を描きたい時とか、自分で形を作りたい時とか、そういう時にこの方眼紙がね役に立つと思います。で、あとは普通にこのスケッチじゃなくても、このね方眼紙別に気にならないっていう人は、この線が気にならない人はこれを普通のスケッチとして使ってもいいと思います。私もねたまにやります。普通の絵の時にスケッチ、まあ、文字書いたりなんかちょっとねブレインストーミングした時とかにバーって描いたりとか、それプラス、まあ、ちょこちょこっと絵を描いておいたりとか、まあ、そういうことにも全然使えます。気にならない人はこれでもいいと思います。ただ、昔はですね、私この線が気になって、絵のスケッチは絶対この無地じゃないと嫌だったんですよ。なので、まあ、そういう人もいると思います。でしっかりしたこういうねスケッチとかするんだったら、まあ、このやつがいいと思うし、まあ、人それぞれなんですけど、これだったらねまたスケッチがっつりしてそれをまあ一つの作品っていう風にもできる、じゃできるっていう感じですね。なのでそういう紙もあります。もっとねしっかりした紙とかでもいいと思います。あとペラペラな紙もねあるんですけど、安いやつだったらもうジャッと何でも書ける、なんていうのかな、もうもったいないって思わないような紙だったらいっぱい落書きしてねメモしてもうすぐ捨てられるぐらいの感じでもいいと思うし、ちょっといいやつだったらしっかりと書き込むスケッチにしてみるとか、でちょっとスケッチブック取っとくとね、何年前にこういうの書いてたんだなっていうのが分かって、ちょっと見返すと面白いものもあるので、あんまり捨てずに取っとくっていうのもねいいと思います。なので私も取っておくスケッチと、スケッチブックと捨てちゃうスケッチブックがねあります。なので皆さんもそうやって使い分けするのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はですね、私が使っているスケッチブックについてお話ししました。皆さんね何使ってるとかちょっと教えてもらえたら嬉しいです。ということで何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で、バイバイ。